さ名古屋駅新幹線改札を抜けていきます。下りなんで向こうですね、新大阪。下りの4号車付近だそうです。まあね、お疲れ様です。お待たせいたしました。お待たせいたしました。はい。はい。モコモコね。はい。さあということでですね、今ですね、はい、住吉さん、はい、住吉さん、ここですね、せっかく名古屋に来たのでね、きしめんを食べていこうということで、はい、今から食したいと思います。味噌卵入りきしめん、きしめんにしました、はい、私味噌好きなんで、これで確かに名古屋の味噌は美味しいからですね、たっぷり喋ってもらいましょう、これで。はい、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。昭和36年名古屋駅開店ということでね、それ以来ずっと営業されているということで、非常に歴史のあるお店ということですね。食べているところは撮影できなかったんですけどもね、これめちゃくちゃ美味しかったです。もう大満足です。ごちそうさまでした。確かにきしめん食べるだけにこう入場券変わってるのもすごい贅沢な感じですよね。はい、価値はあったと思います。さあ会場の近くまで歩いてまいりましたけどもね、おそらくここじゃないかな。私のできることとして毎朝この3090列車という貨物列車ですね、この私の地元金沢の、東金沢駅という金沢駅の一個隣の駅ですけども、そちらを通過していく列車を毎朝皆さんと一緒に見ております。さあ名古屋駅停車中ですが、貨物列車がやってまいりました。上り列車ですね、5074列車。5074ってどこ発どこですか。北九州ターン発。北九州ターン発トータですか。おお、はい、ありがとうございます。結構スピードで来てますね。来ましたね。喋ってる心が大事なんです。12フィートコンテナ満載で通過しております。これはどこのコンテナかな。これは JOT さん違うの、マルアツーンさん、この FL さんと性能さんの、20フィートコンテナが見えますね。今ラーメン屋さん、今2番ホームを通過していきました。カルちゃんでしたね。さあただいま名古屋駅出発いたしました。この途中でですね、貨物列車とすれ違うことができるでしょうか。稲沢駅16時10分発の5782列車、乙女坂発の名古屋港と南貨物駅、赤ほきですね。これがどうでしょう、この列車稲沢駅に到着するのが早いか、5780列車が出発するのが早いか、どっちでしょうかね。さあこれなんかすごく綺麗ですよね。この綺麗ですね。すごく綺麗ですね。夜とか見るとすごく綺麗ですよね。日中でもこのように綺麗に見えます。確かに滑走路ですね、これ。ホタルみたいな、そんな感じなんですかね。あ、本当ですね。あ、稲沢線でしたっけ、一番この左側の。これが貨物列車走ってる、まあ、この辺からも貨物列車多分走るんですよね。名鉄があり、そして新幹線があると。さあその前に1052、15時54分発の1052列車福岡貨物ターミナル発越谷貨物ターミナル駅であります。多分、今ぐらいにもうそろそろ稲沢駅出発した頃ではないでしょうか。カキが来ましたね。さあ DF200 牽引のタンク貨車、 DF200 の200何号機だ、見えない、205号機ですね、はい、
滝が十何両かな連結されております。10連でした、ね、いいですね。あ、かぶる、あはい、ということで、駅に到着いたしました。このこれ今ホームですけどもね、お客さんいるのでちょっと上映せないですけども、ね、ホームの隣にはこのようにですね、機関車がたくさん並んでおります。遠くにはですね、EF210、EF64、DF200などがね、見えますね。デイトもいますね。ここに EF210、おちもも手前にですね、EF64 が何両か止まっております。国鉄食、そして牛乳パック、おかしいですよね、これ本当に牛乳パックみたいなデザインですけどもね。はい、止まっております。さあ、ここはどこかと言いますと、さあ、稲沢駅ですね。はい、こちらにやってまいりました。今日はですね、この稲沢駅でこの講演会の後、懇親会の時間までここで撮影を行いたいと思います。さあ、普通列車でしょうかね、到着しております。普通列車豊橋行きがやってまいりました。さあ、貨物列車が今やってまいりました。これ何でしょうかね。時刻的には1052かな、どうでしょうかね。さあ、稲沢駅、貨物列車が今到着しております。はい、こんな感じですね、到着しております。機関車は EF210 の113号機、ブリヂストンさんの20フィートホッパコンテナ2機積載されております。さあ、その後ろは12フィートコンテナですけど、これなんでしょうかね。なんか面白い、あまり見られないコンテナがあります。ちょっとこれは後で調べてみましょう。結構短いですね、編成が結構短めの感じでしたけども。はい、今この向こうを通過しております。上り下り本線両方ですね、新快速が通過していきました。かなりのスピード出してるんでね、かなりのこの風がやってまいります。さあ、それですね、先ほどの列車ですね、2070列車でした。伊豆貨物ターミナル発名古屋貨物ターミナル駅でですね、駅乗ってた、これなんだろうって言ってた、弾丸って書いてあったコンテナですね、再生ラミックさんって読むんでしょうかね。こちらの UR19A コンテナでした。この列車は2021年ぐらいに出たコンテナとかね、こういうのはですね、初めて知りました。さあ、ということでですね、しばらく列車来なさそうなので、少し稲沢駅、この愛知機関区の方を見てみたいと思います。ただ今ちょうど普通列車が来ますんでね、ちょっと邪魔にならないように撮影をしたいと思います。ここにはですね、大量の EF64、もう引退した列車のようですね、車両のようです。そしてその隣には真新しい EF210 押しもも、何号機かな、見えるかな、358号機がこちら停車しております。もうホームの先端すぐそこなんですけどね、これ以上行けないのでちょっとですね、改札の外出てみましょうかね。この蔵の中では非常に素晴らしい汽笛の音が聞こえてまいりましたけどもね。はい、ということでちょっと外出てみましょうかね。はい、では行ってまいります。稲沢駅改札口を出てまいりました。ちょっとですね、こちらの通路を渡ってこの稲沢駅を上から見ようかなと思ったんですけどもね、見えないんですね。
その結構壁が高くそびえていますね。全く見えません。過去にはこの高さだったのかもしれないですけどね、ちょっと今見えないですね。はい、月が大変綺麗に見えております。金沢、だんだんちょっと薄暗くなってきましたね。まあ、見える限りちょっと見ていきたいと思います。階段のところまで来たんですけどもね、いやーいいですね、結構よく見えます。すごく綺麗なこの空の風景とともにですね、この広大な敷地がよく見えます。先ほど見ていたホームから見ていた EF210、 ここに止まっております。でこの中はね、何にもいないのかな、ちょっと見えませんけどね。さっきでも汽笛の音聞こえたんですけどもね、何かいるんでしょうか。はい、じゃあちょっとね進んでみたいと思います。さあ、今機関車が1両出てきましたね。 EF210、あ、ここ何の駐車場ですかね。他の駐車場がありますけども、はい、この向こうにですね、牛乳パックさんたちが、牛乳パック3両並んでますね。これももう引退した車両なんでしょうか。はい、こちらに今停車しております。その向こう、EF210 1両先ほど蔵から出てまいりました。ちょっとそちらに向かってみたいと思います。またしばらく歩いてきまして、関係者以外立ち入り禁止、 JR 貨物稲沢駅長ということでね、こういう看板のあるところまでこの柵がありますね。ここまでやってまいりました。この向こうにはですね、この EF64 たちがもう動くことはないんでしょうか。停車しております。その向こうにも1両ですね、この牛乳パック EF64 のこの更新色、こちらが停車中でございます。その向こうにもですね、このように64たくさん停車しております。本当にもうね、全て引退してしまうんでしょうか、ね、この風景見るのすごく寂しいところがございます。ここも稲沢、貨物さんの稲沢駅なんでしょうね。防犯カメラ作動中。そしてですね、はい、はい、このようにですね、JR 貨物稲沢駅、愛知機関区稲沢機関区、愛知機関区稲沢派出というふうにですね並んでおります。愛知機関区と稲沢機関区って違うんですね。初めて知りました。なるほど。お、白鷺が通過中ですね。ちょっと見えないかな、ちょっと見えませんでしたね。白鷺が今この EF64 の向こうを通過していきました。ちょっと来てたのに、これじゃないんでしょ。これレールですね。レールか、似てちレールが行ってしまいました。さあ、上から見ておりますけどもね、このように広大な敷地が広がっております。たくさん線路あります。さすが東海道貨物のちょうど中心の駅と言えるのではないでしょうかね。はい、このように非常に広いホームで、ちょっと、ね、詳しい方に教えていただいたんですけどね、先ほどの愛知機関区と稲沢機関区の違いですね。愛知機関区は車両が所属している機関区、稲沢機関区は運転手さんが所属している機関区なんだそうです。なるほど、勉強になりました。さあ、ちょっと金網越しですけどもね、ここ金網があります。はい、ですね、有刺鉄線が上にあるんでね、ザクッといかないようにちょっと気をつけないといけないですけど、ね、その目の前にアイミーがいますよ。DF200 の201号機ですね。アイミーさんいらっしゃいます。今年5月に四日市で出会いましたけどもね、四日市富田駅で出会いましたけどもね、はい、また再び見ることができました。これですよ、素敵ですね、このシルエット。はい、素敵だと思います。さあ、そしてですね、間もなく来るのかな、来ますかね、どうですかね。これ皆さん気をつけましょうね、有刺鉄線なんでザクッといかないように。換気の入れ替えでしょうかね。やってまいりました。
さあ、やってまいりました。レッドサンダーね。510の13を短期で走っていきましたね。なんで後藤さんオンで、あ、こっちで、名古屋の運用があるんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、さあ、だんだん暗くなってきたんですけどね。ここに、1両の EF210 止まってますけどね。これ901号機ですよ。熊市なんですよ。ここにですね、901見えますね。 EF210 の901号機熊市と呼ばれております。これがね、停車中でございます。桃太郎のこのキャラクターというかデザインがされております。まだワウムが何両、3両4両ぐらいいるんでしょうかね。止まってますね。ここですね、手前に古希200が1両停車中ですね。その向こうに赤ホキが2両かな、3両います、ね、手前に1両か、手前に、そう、あの古希200が1両で、その向こうに、うん、ここに、あ、多分2両じゃないですか、ね、2両ですね。奥2両と手前に1両ですね、うん、なるほど。そしてですね、よはい、よですね。はい、ここに7両停車しております。あ、もうすっかり暗くなりました。これでもまだね、17時15分ぐらいなんですけどね。あ、もう真っ暗です。さあ、目の前にですね、白ホキが止まってます。ホキ1100型、あと 2時間まで経たないですけどもね、東藤原に向けて出発していくというところでしょうかね。はい、このように今停車しております。ちょっと照明で明るく見えますね、ここだと。はい、このようにですね、白ホキが白く輝いております。さあ、貨物船の出発信号機のところに貨物列車が1本停車中でございます。そして上り線も何かやってきましたね。今、あ、真っ暗で何も見えないです。肉眼では見えるんですけどもね。今列車到着しております。ちょっと上がりとかないかな、ちょっと見えないですね。というですね、構内あたり真っ暗です。こちらの下りの出発位置、こちらはですね、結構明るくしてますけどもね。でもコンテナはシルエットしか見えないですね。まもなく発車するのではないかなというふうに思われます。17時21分、静かに貨物列車発車しました。8057列車、名古屋貨物ターミナル発熊本行き、機関車は EF210 の18号機です。コンテナの紹介をしたいんですが、ちょっと暗くてですね、見えないんですよ。先ほどシルエットだけ見えるというふうに言ってましたけども、本当にシルエットだけですね。機関車後方には12フィートコンテナが並んでおります。タンクコンテナが1機見えますけどもね、分かんないですね、全く分かんないです。これ肉眼でもね、見えなかったんですよ。さあ、だんだんと加速していきます。列車ということもあるんでしょうかね。このようにですね、星空コンテナ空車の車両も見受けられます。そして西の梅さん一気に来るですね、10フィートコンテナ、
は GOT さん、及び GOT さんの12フィートコンテナでしょうか。まだ17時台なんですけど、このように真っ暗な中、熊本に向けて出発していきました。そして続いて17時24分、やってきたのは8072列車塩浜発南松本行き、機関車は DF200 の207号機です。四日市にあります塩浜駅からこのガソリンをたくさん積んでやってまいりました。長野県南松本までガソリンを運ぶという重要な役割を担っております。線路を走るパイプラインと言っても過言ではありません。止まらない、いい音ですね。そしてほのかに排気ガスの匂いもこの結構離れてますけどね、漂ってまいりました。さあここで機関車を交換し進行方向を変え南松本へ向かいます。ちょうど切り離し作業を行ってますね。この反対側に電気機関車を連結し、そして南松本へ向かいます。反対側にやってまいりました。こちらがですね、那座駅の貨物の、上りの出発線ということでね、今一本貨物列車、真っ暗ですけど、ね、停車しております。さあ今上り貨物線の横を歩いておりますけどもね、はい、こちらに見えてきたのは青農湯さんの31フィートコンテナですね。ピントが合うかな、ちょっと暗いですね。やはり夜の貨物駅は非常に暗いですけどね、はい、ここにですね青農湯さんの31フィートコンテナ、ここに1機2機3機あ、もっと並んでますね。あれこれですね、仙台まで行くですかね。いや、夕方走ってるやつだ、東福山から東京行くやつ、じゃないかな。ちょっということで、この列車ですね、5050列車、東福山発東京貨物ターミナル行きですね、青農湯さんの、ブロックトレイン、ここに今停車しております。ただもうしばらくこの駅で止まってるみたいですね。ちゃんと映ってるのかな。あ、映ってますね、はい、あ、本当真っ暗なんですよ。肉眼ではね、よく青農湯さんって分かるんですけどもね。あ、真っ暗ですよ。そうそう、こんな感じなんですよ。でも、あのパソコンの画面で見て、いや、意外と見えるんですよ、ね、そう。交尾ではないですけども、今日は結構あの空車が多いですけどね、星空コンテナが多いですけども、こちらにですね20フィートコンテナが3機並んでおります。いずれも青農湯さんのコンテナですけどね、こうやって見るとですね、ちょっと見えるかな、見えますかね。肉眼だとよく見えるんですけどもね、ちょっと見にくいかな。結構ね、20フィートと31フィート高さが違うんですよね。まあこっちの20フィートはハローマークついてないですし、こっちの31フィートは全く見えないですね。ハローマークついてるんでね、高さが違うというのはよくわかります。ここはですね、JR 貨物さんの稲沢機関区、乗務員さんの機関区ですね、はい、こちらがございます。さあ下が事務所なんでしょうかね。で上が乗務員さんの休憩所ということで、電気がちょっとうっすら明るくついてますけどもね、今日も夜運転される運転手さんも多数いらっしゃると思いますけどもね、ぜひあの気をつけて道中、ね、あの目的地に向かって今日もコンテナを運んでいただければと思います。はい、ということでこの辺りでね、この動画は終了させていただきます。はい、どうもご視聴いただきありがとうございました。
台所酒場ウルエさんですね。今日はですねこちらで、貨物ジャーナル講演会の懇親会を行うこととしております。じゃあ入ってみましょうね。今日はね、あの皆さん遠いところからお越しの方もたくさんいらっしゃいますけども、名古屋の講演会お越しくださいましてありがとうございました。はい、乾杯。もう生ビールが美味しいですね。めちゃくちゃ美味しいです。来年そのずっと言ってます、これは絶対にあの実行します。はい、はいはい。まだ私も至らぬ点たくさんありますけども、そのこともどうぞご視聴よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。